マックス・ブロートとパウル・ベンハイム及び彼の妻、マックス・ブロートは、オーストリア出身のユダヤ系の作家、文芸、音楽評論家、作曲家。生前は彼自身も多産な作家であったが、現在は主に、フランツカフカの友人、紹介者として最もよく知られている。1884年、オーストリア・ハンガリー帝国領プラハに生まれる。 ピアリスト回収同士の運営する学校に通った後、1901年より、プラハ大学に入学し法学を学ぶ。大学在学中よりすぐに、文筆家としての頭角を表し始めた。1902年、ここで一年上の学年にいたフランツカフカと出会い、進行を結ぶ。1907年に大学を卒業、すぐに兵役に着く。 プロートは若い頃からシオニストであり、1918年にチェコが独立した際、短期の間ユダヤ評議会の副議長も務めている。1924年からはプラハ日刊新聞で評論活動を行った。1939年にナチス勢力がプラハに迫ると、妻と共にパレスチナに移住。テルアビブにて執筆活動を継続し、また後に、 国立劇場となる劇団ハビマーのために働いた。1968年、テルアビブにて死去。ブロートがカフカと出会ったのは、両者がプラハ大学に在籍していた1902年であり、この時ブロートが学生組織の主催でショーペンハウアーについて講演を行い、カフカが講演内容に反駁したのが最初の交流であった。以後次第に親しくなり、ブロートは、 友人の文筆家などにカフカを紹介して首都プラハの分断に引き入れる役割を担った。両者は1908年から1912年にかけ最も親しく交流し、この間毎日のように会い、また連れ立ってイタリアなどへ旅行した。として全くの無名作家だったカフカの作品を出版社に紹介したのもブロートであった。百二十四年にカフカが 結核の悪化により31歳で亡くなり、ブロートはカフカの遺構の管理人となった。カフカ自身は遺言で、すべての遺構を焼却するようにとブロートに頼んでいたが、ブロートは事故の信念に従い、生前未発表であった、長編、審判、城、アメリカをはじめとするカフカの遺構を次々と交換していった。1935年からカフカ全集の編集、 観光を手掛け、1937年には初のカフカの電気を発表した。ブロートによるカフカの移行の編集、観光や電気はカフカの国際的な需要に大きく貢献したが、これらには、シオニストの立場からカフカをユダヤ教的な聖人とみなしたブロートの解釈が反映されており、半世紀以上を経て進展したカフカ研究では批判的な見解も出されている。 ありがとうございます。